全般生活文化研究所はアンンデルセングルセグープを統括するる持株会社である1948年創業の高木ベーカリーが2003年4月に持ち株会社制へ移行してアンデルセングループを形成するにあたり主要4事業を会社分割して新設市会社へ移管支処方を変更し法人格を引き継いだグループ持ち株会社となる 現在の高木ベーカリーは2003年4月に新設された会社である。アンデルセングループは、原社種、高木聖一の父で創業者の高木俊介が1959年に、デンマークコペンハーゲンで食したデニッシュペストリーに感銘して、デンマークをテーマとし、パンの種類やベーカリーカフェブランドなどはデンマークに由来するものが多い。アンデルセンは、 デンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセン、リトル・マーメイドは彼の代表作である人魚姫に由来している。その縁で高木聖一はデンマーク名誉領事を務めている。2011年、福島第一原子力発電所事故ご解してきたフィンランド大使館から依頼を受け、同社が広島市で管理するビルの一室を提供していた。 広島アンデルセン2020年8月撮影モニュメントと被爆建物に関する説明非童話の公募新人賞アンデルセンのメルヘン大賞を主催している創業35周年の1983年から毎年開催されハンス・クリスチャン・アンデルセンの誕生日4月2日に受賞作が発表される2016年現在第33回まで行われた 大賞、優秀賞、子供大賞受賞作は、選考委員を務めるプロのイラストレーターによる差し絵付きで、アンデルセン店舗と通販限定販売の書籍、アンデルセンのメルヘン文庫として出版される。小説家の天道新は、新人時代に栗田協業名義で応募し、第3回で優秀賞を受賞した、アンデルセンのメルヘン大賞に関するカテゴリー。ありがとうございます。